甲府地方合同庁舎は、山梨県甲府市に所在する国の出先機関が入居する合同庁舎である。甲府市中心市街地活性化基本計画の一環として、甲府駅北口のシビックコア地区に2010年に着工。2012年2月13日に竣工し、共用を開始した。庁舎本体の他住居棟、駐車場棟の3棟が一つの区域にまとめられて、 建てられている。PFI 方式で設置され、藤田、三菱 UFJ リース、オリックスファシリティーズが合同で設立した交付パブリックサービスによって維持されている。交付市丸の内1丁目1番18号現庁舎が共用を開始する前は丸の内、北口、あい、e、北新の各地区に庁舎及び事務所が点在していた。内は一点前の90章を表す。 甲府地方合同庁舎、公務員宿舎交付住宅整備等事業に関する、要求水準所 PFI 事業、甲府地方合同庁舎、公務員宿舎交付住宅整備等事業維持管理、運営業務を受託し業務開始。ありがとうございます。